はい、こんばんは。お酒のマネージャーです。今回お酒に秘密でサプライズをやっていきたいと思っているんですけれども、バースデーと60万人突破に合わせたサプライズをやっていきたいと思います。まあ今お酒を待たせてるんですけど、まあ本人にバレないようにサプライズができたらと思ってますので、ぜひ見てみてください。それではどうぞ。はい、あと今カメラを回してるんですけど、はい、来てもらっても、え、何ですか？来ていただいていいですか？はい、はい、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。びっくりした。そう、ありがとうございます。そうなんですよ。あと今急いでみんなと準備したんですけど、だから入らせてくれなかったんですね。ちょっとね、お誕生日とあと YouTube60 万人突破っていうのも含めて、ありがとうございます。お祝いを、ありがとうございます。ぜひそこに座ってもろて。はい、うおすごい。お誕生日っていうのもあったし、60万人突破っていうのもね、はい、あったので、もう本当にサプライズでお祝いしたいってずっと思ってて、あ、やっと今日あの皆さんにご協力いただいて叶ったっていう。ありがとうございます。去年から、ま、今にかけてだけど、なんかどう、改めて16歳になってみて、うん、高校生になって全然違いますね。もう環境もそうですし、周りの人も変わりましたし、お仕事も増えて楽しいです。うん、活動の幅とかも増えたし、うんうん、すごい嬉しいですね。高校もめちゃめちゃエンジョイしてるし、充実してますね。はい、お仕事も楽しいですし。おめでとう。かわいい。ありがとうございます。おめでとう。全然気づかなかったんですけど、絶対気づくと思ったからもうすっごい焦ってたの。何も知らない、何も。本当にすごい。おめでとう。ありがとうございます。かわいい。ありがとうございます。すごい。やばい。いいんですかこんな。もうケーキもプレゼントもピンク宛の方がご用意をしてくれて、やばい、びっくりしすぎて。もうメガネ、まあ、マジ何もさせな、何にもさせなかった。やばい、すごい、超嬉しいね。ちょっと見てみたいと思います。おお、うわ、やばい。え、何ですか？やばい。待って、やばい。かわいい。めっちゃ可愛い。じゃん。うわ。可愛い。え、しかも見て。なんか彫刻みたいなされてる。すごい。クリスマスだ。可愛い。ありがとうございます。やばい。やばい。じゃん。可愛い。なにこれ。限定。うわ。可愛い。プ。すごい、やばい。え、見たことないこれ、どっちもね。え、だって限定って言ってたよ今。限定、かわいい。ありがとうございます。さきちゃんに合いそうなやつを選ばせていただきました。本当に嬉しいです。ありがとうございます。やばい、なんか私って幸せ者なんですね。結構大事に使わせていただきます。これで可愛くなりましょう。やばい、もっと可愛くなっちゃう。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。僕からも、え、これはバズの社長さんから、あ、社長さんからプレゼントです。グラフィケ、おお、ありがとうございます。え、これ開けていいんですか？開けていいよ。でかい。わー、かわいい、かわいい、かわいい、パジャマ、あ、かわいい、かわいい。ギャルっぽいですね。めっちゃギャルっぽい。かわいい。クリスに合った感じで。かわいい。嬉しい。ありがとうございます。
私最近マジパジャマなくて、なんかトレーナー着てるんですよ、なんか普段着の。だから嬉しいですね。女子力上がるね。いや本当になんかバラバラ、上下バラバラのやつみたいなしてるから。嬉しい。ぜひ使ってねって言って。はい、ありがとうございます。そして僕からは、あ、これです。ありがとうございます。10 ちょっと開けます。ぜひここから、かわいいですね。おお、何ですかこれは。え、何これ。それはかわいい、ネイルのケアするオイル。かわいい。え、すごっ。よくね、ネイルやっててね、爪痛んだら。え、そう、めちゃ爪痛んですよ、もうペラペラで。え、嬉しい。こちらはそれは、あの、去年に引き続きの。あー、かわいい。そう、去年もジルくれましたよね。そう、表舞台に出るね、子なので乾燥したらやっぱり、うろわせたんか。そう、ね、みんなしてうろわせようとしてる。もうちょっと、気づいてたのかな、乾燥してる。嬉しい。ありがとうございます。やばい、ね、やばい、全然気づかなかった。本当、嬉しい、ありがとうございます。皆様、いや、まさかね、こんな装飾もしていただいて、こんな豪華なプレゼントもね、いただいちゃって、マジでびっくりなんですけど、本当にびっくりした。これずっともう本当にみんなでグループライン作って、何かやりたいっていうのずっと案出してたの、マジで嬉しい。本当にびっくりしちゃって、今本当に嬉しいですね。そう、16歳になって60万人突破だけど、何か、もう誕生日と60万人がちょっともう同時期に迎えられたっていうことで、よかったなと思ってるんですけど、まあ、これから、まあ、高校2年生になるということで、まあ、ちょっとこれまでチャレンジできなかったこととか、まあ、いろんなお仕事に挑戦したり、高校もそうですけど、なんか最近高校の勉強の方がね、ちょっとおろそかになってしまってる部分もあるんで、しっかりと学業とお仕事を両立できるように頑張りたいと思います。誕生日プレゼント皆さんからいただいて、60万人という、本当に嬉しいですね。皆様には本当に感謝ですね。感謝しかないです。なので、これから皆様に恩返しができるように、もっともっと頑張っていきたいと思います。そうですね、ピンクラーゼのお仕事ももう半年以上かな。うん、やってる。そうですね、もういろんなことしましたね、ピンクラテで。やったね。すごい、あのピンクラテでいろんな、もうイベント、初イベントもピンクラテですし、コラボのイベントもそうです、うん、モデルのお仕事とか本当に今までやってこなかったんですよ。で、 YouTube 以外の活動も本当にしてこなくて、新たな挑戦だったんですけど、最初めちゃめちゃ不安で、やったことないよみたいな、やったことないけど大丈夫かなみたいな感じだったんですけど、温かいスタッフさんに囲まれ、イベントとかに来てくれるファンの子にも囲まれ、楽しいです、とても。なので、ね、もっともっとピンクラテ盛り上げられるように頑張りたいと思います、まあ、これからイベントも残ってるし、これから嬉しいお知らせとかね、まあ、いろいろあるんで、こちらをね、楽しみにしていただきたいですね。イベント3回とかしてるのか。そうだね、ラフォーレやって、レイクタウンやって、横浜やってる。やばいですね、いろんなことさせてもらっちゃって、本当に人生経験ピンクラッテさんでやらせていただいちゃって、やりたかったね、イベントもね、叶えさせてもらって、本当にね、嬉しいし楽しいですね、めっちゃ、うん、これからもっともっと頑張ります。撮影もね、頑張ってるからね、はい、そうですね、撮影も最初の頃と比べたら、今もまだまだなんですけど、全然最初の頃と比べたら、もう気持ちもそうですけど、写真とかも見てて変わったなって思いますね、自分でも、うん、皆様のおかげですね、本当に。はい、ということでね、本当にありがとうございました。本当に嬉しかった。16歳のお先も頑張りますので、皆様よろしくお願いします。ということで、こんな感じで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ、お先に失礼します。